夜のせいでゴーストが怖くない？大物いそうだね。ゲンガーとか。さて、パカラッチョパカラッチョ。パカラッチョ。オッケー、グギエ、ふう、オッケー、サルダー。地図的にあそこはほぼ戻ってきてんだな。一旦帰るか。じゃあその前にエイパーも確認してからな。動くなよ。暴れんじゃねえぞ。オッケー。よし、じゃあ一旦帰ろう。で、アイテムとかちょっと預けようか。まず一旦休んで、で多分ですけど、これ主とかキングとかのポケモンは間違っても先に手に入らないようにアイテムとかでのあれなんだろうな。多分ビリリ玉の進化レベルは優に超えているはずだし、ってなってくるとカチコールもそうなのかな。まあいいや、いやよくねえけど、まとめて、これもいい。よし。で、ビリーダマくんが結局進化できてねえから、カチコール、おお多いっすね。にしてもステータス全然ちげえな。鬼氷くん連れてってもいいかもしれんがな。あとマンムーか。タイプの、あの、偏りっていうのを個人的には、あの、作りたくない派でして。美しくねえだろ？でもどうせなら、あの、ビッグな個体でゲットしてえかな。なんせクレベースはなんかとても大きいらしいじゃないですか。だから、それだったらサイズにもこだわってきて。まあ、今回はこのメンツのまま行くか。いやここ登れってよ。親切。ミネラル。ミネラル。よっ。こういうのは見つけ次第拾っといた方がいい。切りねえからな。つうか意外と近えな。もっこり雪玉。こんにちは。疲れたぞ。おお、そもそも千里眼って本当かな。そうかも。切っ先死んで。こいつ。そこが見えねえな。
逆じゃん。うい。冒険の時には行かないエリアも山ほどありそうだな、これ。あった。拾っとけ、拾っとけ。助けて。オッケー。ふう。お前のおかげで落ちて死ぬってことはなくなったな。エレブタソがいますね。まずは地面タイプで効果抜群といこうか。ダメだった。メガゾーン。まさしく作戦勝ちだぜ。モンボで入るポケモンもいなくなってきましたね。じゃあ俺と戦え。俺だ、俺だ。あー、もったいない。お、かわいらしいでちゅねー。まあ何、焦る必要はね。クラボン。おお、よちよちよち。おるれ、捕まえるぞ。 62?よし。そら。暴れんなよ。オッケー、あっさり。よし、順調ですね。なんだこれ、俺に降りろと言っているのか。でも罠かもしれない。今はやめてよ。今はちゃんと目的地に向かって歩いていくべきだ。はい、そこの何も考えてなさそうな人。入っちゃったよ。へい、そこの何も考えてなさそうな人。このノリで脅ししてくと絶対逃げるから。絶対逃がさねえ。ぐにゃっとですね。あいつも逃げるタイプなのか。へえ。ぶつけてみるか。
やるだけやって逃げるのは感心せんな。せめて草むらの近くでやらんときついね、あいつ。ちょうどおあつらい向きの草むらがありますよ。暴れてんな、おい。もうスーパーでも足りんかもな。倒した数。おお。おれ。一体脅し師が何をしたって言うんですか。そこで歩いてた。うわー、聞かないね。無害呼ぶ無害じゃん。あ、どっか行っちゃったよ。この上だな。たまに突然大物出てくるからな、備えておかねばならんが。こういう捕獲もありだ。暴力だけどな、ただの。泥団子がこんなに欲しくなるとは。もうぶつけるものがねえ。許しといてやるよ。 See you。 ぶつけれないなら即退散だぜ。あれは？あれは？そもそもニューラの姿がちげえじゃねえか、あれ。俺の持ってるニューラの方がレアじゃねえか、じゃあこれ。いたのか。そら効果今一つだと。暴れんなよ。よし。氷ゴーストかな。氷毒か。猛毒もらってるから
氷は消えてねえと思う。誰に見られてんだ俺。わしもんだ。やっと来た。待ってたぜ。仕方ねえな、一旦ここは引くか。ただワシボンがいるというのが分かっただけで大きい。2体同時はきついね。そら、オーケいいな、食えよ食えよ。おねるじゃねえよ。ちくしょう、めのじゃねえんだよそれ。にしても豪華、嘘やん、マジかよ。レジギガスくんちってお金持ちなんだ。ほう。この子微妙に怖いな。石像が何を見ているのか。ワープポイント的な感じの、それではまだ出てないみたいだからな、チキショウ。行くしかねえじゃん。さあ、今頃コネ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 してんねやろうか。この展示のポケモンは存在しないはずだがね。こいつとやり合うしかねえか。仕方ないな。よし、何気に初陣だ。やってやれ。ついよ。技がやばいよ。暴れんなよ。鋼、氷、岩、
鋼氷岩だな。がそれぞれ向き合ってる。お前は何なんだ。俺は水レーナー、バドレックスかと思ったわ一瞬。生産工場だが、まだエレキとドラゴンは作られてねえか。さーて、あいつを捕まえたいのだがね。意外とすぐ気づくな、お前。目の付けどころがシャープ。よし。岩でーす。岩から鋼でーす。岩、鋼、氷でーす。ほう。岩でーす。鋼でーす。氷でーす。やったー！パッカー。氷でーす。電気は？氷です。鋼です。あれ？鋼？違うわ、これ氷岩だわ。岩鋼、氷岩鋼。氷岩鋼岩氷。氷、岩、鋼、岩、氷。そろそろタイプ増えそうじゃね？視点はどこや？ここか。鋼、氷、岩、鋼、氷、岩、かな。覚えられねえぞ。鋼、氷、岩、氷、岩、鋼だっけ。うわー、最後逆だろこれ。もう一回、鋼、氷、岩、氷、鋼、岩。
最後逆でした、チキショウ。一個一個見るたびに時間かかってるからそこでぐちゃぐちゃになってくるな。F4。やべるいる、やべるいる、やべるいる、やべるいる。あれだ。全ポケモン YouTuber が恐怖しているポケモンだ。やべえ、YouTube が反応する。やべえ、先手を取れなかった。ふ、先手を取れない限り戦う必要はないぜ。あいつ壁の中に入っちまって出てこねえぞ。と思ったら出てきてないか。あいつ出てこねえ。妙に詰まってる感じはしてたな。まだ出てきてねえし、つかレベル低いなおい。こんにちは。ギガス君は？ギガス君に会いに来たの。俺はウォーグルよりギガス君。本当にしてみせるぞ。行くぜ。ちょい嫌な予感がする。ギエーこいつら神王戦闘民族の3匹じゃねえか。一体ずつ潰すしかねえな。そうだ。うわ、でもこっちのドサイドンより大きいんだけど。目には目をってな。ずっと様子が上がってんな。
終わりじゃ。決着。屋上行こうぜ。切れちまったよ、ホーグル。あれ、ギガスくん？さすが喧嘩っ早いだけはあるな。どうもなポケモン。オラ行くぜ。力はずお、なに？こいつで大丈夫っすかね。だぜ。俺の方がうめえだろう。大空プレート、お前登ってきたのか。試しておられるのか。うるせえな、時代の変化ってやつを感じてるんだよ。よし、永遠のこれを忘れるな。ここがランドマークになるか。あれか、よし、ついに空を飛べるようになったぞ。どこでも呼び出せるし、落下中に A ボタンを押すことでもウォーグルを呼び出せる。壁が近かったらマニューラじゃないわ、オーニューラなんでしょうね。よし。